ゆなです。ねえらです。えこです。ゆめかです。かりやです。ピンク。なて。ピー。ビー。始まるよ。イエーイ。ゆなとれいらちゃんはスタジオで撮影してて、ゆめかちゃんとありやちゃんとえこちゃんはリモートで参加してもらっています。はい、ということで今日の企画は英語禁止電話ゲームです。イエーイ。今日は英語を一切話しちゃダメで、3つのお題の話をしながらみんなでお話をしていくという企画となっております。はい、はい、それで英語を言ってしまった時点でストップして、言っちゃった人はカメラに向かって全力変顔をします。はい、はい、はい、反応がで、なんかカタカナとかでちょっと怪しいなと思ったら審議入りますって言ってみんなで審議をします。はい、ということでじゃあ早速やっていきます。それではどうぞどうぞどうぞ。はい、ということでまず一つ目のお題は体育です。体育について話す。体育、はい、体育、あんま英語使うことなさそうだね。じゃあ、それでは、はい、スタート。じゃあさ、みんな得意な体育の競技みたいな。全部苦手。徒競走かな。あ、でも、エコちゃん走るの早いもんね。全部できないんだけど、どうしよう。床のこの敷いたやつにコロコロするやつは。体操、何だろう、全部なんかカタカナの得意なやつ。だからちょっとなんか羽をなんか打つやつとか。あれ難しくない？でも楽しむ。あとなんか輪っかにこの丸いのを入れるやつか。高いとこにある輪っかに。あ、はい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 。そうそうそう、こういうやつ。あ、ボン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 。いや、レイラちゃんなんか得意なやつ。レイラは50幅走る。何秒何秒？ 8.3 とか。おお。おお。早い。早い。猫ちゃんも得意そう。何秒ぐらい猫ちゃん？うん。猫もレイラと一緒かも。うん、その早いね、みんな。そうかも、そのぐらい。で、そういえば、アリアさ、ずっと得意なやつなんだろうって迷ってたけど、得意なやつ出ました？ないです。ないです。体育のね、成績が悪すぎて、やばいです。そうなんだ。最近、体育で何やった？なんか、体力測定してる。あはははは。走りながら、ぴょんぴょんするやつ。あ、なんか、こういう、なんか、柵みたいな。ぴょんぴょんするやつね。あれ難しいんだよね。強いね、英語。ね、うん。うん、強い強い。体力測定で得意なやつとかってありますか？長座。あ、ぐにょーのやつ。あと、立ち幅跳びが得意だったけど、なんか測ってみたらめっちゃ超短かった。すごい縮んでた。どれくらいですか？前は、なんか2メートル超えてたけど、なんか今は100。言ったね。今言ったね。あ、言った。じゃあ、ひめかさん、画面に全力変顔をお願いします。ひめかちゃんの全力変顔まで3、2、1、どうぞ。じわじわってくるやつ。全力じゃなかったかも。OK、やります。ちょっと顔映っちゃった。はい、今ゆなちゃんがオッケーって言って、うわー、揺らしてた、揺らしてた、揺らしてた。ゆな、頑張れ。3、2、1。いや、2回やったんだけど。じゃあ、次行きます。2つ目のお題は給食です。給食、はい、給食ね。じゃあ、それではスタート。好きな給食。好きな給食なんだろう。大体好きな
私ね、白身魚の揚げたやつが好き。ああ。揚げた。美味しいよ。美味しい。なんかお魚全般好きすぎて。わかる。ね、焼き魚とかめっちゃ美味しい。うん、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。アリアちゃんは好きな給食とかある？給食は結構好き嫌いが多い。でもなんか分散登校の時は中学校パンと牛乳しか出なくて、え？分かったです。ちょっとパンと牛乳だけみたいな。1日違います。あの英語ではないけど。どうなんだろう。え、英語じゃないですよ。英語ではないけど、英語は英語であれなので、あ、カタカナじゃない？はい、カタカナじゃない？これが入りました。ピティさんからセーフが入りました。お、よかった。あ、じゃあカタカナは大丈夫だった？え、英語ですよね。ユナちゃんセーフ。え、今のだね。今のだね。今のだね。えぇ、ー、あ、そっか、大丈夫ですって言えばよかったのか。大丈夫、OK。オッケーオッケー。あっ。じゃあ2人でやりますか。めっちゃ見せるじゃん。じゃあ、ひなからいきます。3、2、1、どうぞ。はい。え、変顔を最近してなさすぎてレパートリーが思い出せない。わかる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 、わかる。全然してないから最近。いきます。3、2、1。え？え、ちょっと待って、控えめすぎる。なんか本気で行こう。本気で全力変顔なんで。じゃあ3、2、1、どうぞどうぞ。めっちゃいる。まだいけ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 る。え、もう厳しくない？3、2、1、全力で。1。おお、タコチューみたいな。すみません。はい。あの種類を英語でさっきひみか言ってたけど、何は英語で？あ、種類。本当だ。え、ちょっと待って、本当に。え、パトリーが。わかるわかるわかる。変顔をやんなきゃ。じゃあ全力変顔まで。3、2、1、どうぞ。一番良かった、一番良かった、一番良かった。じゃあ次、最後の3個目のお題いきます。3個目のお題は、部活です。はい、ということで、じゃあスタート。エコちゃんは何部入ってますか？踊り部活。おー、あー、いいな、アリエもその部活欲しい。うん、ない。踊る部活は私の中学校にもない。ない。ね、え、ひめかちゃんは何部入ってる？卓球。あー、結構上手です。え、全然やったことなかったのに入ったんだよ。あ、楽しそうだなって。そうそう、なんか外の部活は野球しなとか思って、やったことないのに入ったから、全然うまくない。うん。え、みんなは何する？ミラまだ決まってない。ミラもまだ決まってない。え、アリアちゃん、めっちゃ肌だった。アリアちゃん何部入ってる？前は家庭科部に入ってた。家庭科部なんてあるの？え、この料理を作った。この裁縫とかもやってた？あー、でも裁縫が下手すぎて。一緒です。なるほど。なんか肌立ってよ、リアちゃん。ビーンっていう。あー、ガタ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 。あれの付け方が分かんなくて。うん。あー、このネイトのね。わかるわかる。そうそうそう。うんうんうん。ユナとレイラは何部がいいとかはある？私ね、サカ道部に入りたいなって思ってる。あの、何する？サカ道部？お茶立てるのとお花をいけるやつ。あー、あー。え、でも正座できるかなっていう心配。レイラは？レイラはまだ迷ってる。なんか運動とか外でやるやつだと焼けちゃうし、中だとこういうのを使うのが多い。たま？仲間と一緒に
やるやつがでどうしようかなって迷ってる。運動部がいいんだね。あの何でもプップップップみたいなやつはできない。あ、そうか、普通吹奏楽って言えばいいのか。思ったよね。プップップどんな部活？え、なんかテニス。めっちゃ言っちゃうんだけど、じゃあちょっとさっきの続きで、そのこれをパーンってやるやつの部活にはなんか可愛い子いるイメージ。確かになんかその焼けた肌が似合う。あ、分かる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 。アリアは家庭科部以外だったら何部に入りたかった？運動系は絶対に嫌だから。演劇部かな。ああ、そんなのない。ない演劇部があるんだね。ない。え、難しそうだよ。運動は絶対にブリンゴだから。でも演劇でさ、白雪姫やるなら絶対アリアちゃんは白雪姫だよね。確かに。もう白雪姫だから。みんなアリアって言うと思う。うん。エコちゃんは何部がいい？ダンス部以外。あ、めっちゃ引っかかった。ちょっと仕掛けようとしたら引っかかっちゃった。仕掛けようとした。どうしよう。じゃあ3、2、1、どうぞ。かわいい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 。はい、じゃあこんな感じで終わり。お、そっか、いい感じ。勉強しなかった。イエーイ。どうでしたか？すごい。最近すごい。どうでしたか、皆さん。めっちゃ言っちゃった。めっちゃ引っかかった。普通に話しちゃうから。うん。めっちゃ考えて、考えて、結果、テニスって言っちゃった。考えすぎるのダメなのかな。難しかった、めっちゃ。こういうなんか、言っちゃダメ系のやつだったらね、友達と電話しててもできるからいいよね。楽しいし。確かに。だから LINE 電話とかできる。うん、できる。確かに。楽しかったね。ありがとう。もし、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、数字オン、オン、よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。